初代ノーフォーク公、トマス・モーブレイは、14世紀イングランドの貴族である。第四代モーブレイ男爵ジョン・モーブレイと、エリザベス・セグレイブの次男。ノーフォーク公爵夫人マーガレットの外孫。初代ノッティンガム・ハクジョン・モーブレイの弟。バラ戦争末期に、ノーフォーク公を助爵されたジョン・ハワードは外孫。1379年に、兄のジョンが急死したので、 モーブレイャクト・ノッティンガム博を継承した。1383年に、ガーター勲章を受勲され、軍務博にも任命されたが、リチャード2世の先制に不満であり、1387年に、リチャード2世のオジグロスター公、トマス・オブ・ウッド・ストックとシュートのアランデル博、リチャード・フィッツ・アラン、ウォリック博、トマス・ド・ビーチャム、リチャード2世の重帝のヘンリー・ボリングブルックと組んで、 卒湯派貴族に加わり、国王の長身を弾劾1388年の非常議会で長身たちを追放した。しかし、その後は、リチャード2世に徴用され、1391年に華麗総督に任命され、1397年にノーホーク公を除釈され、ボリングブルックと共に国王側へ倶下した。同年に、リチャード2世の反撃で、 グロスター校らが反逆罪で逮捕され、ートが処刑され、ウォリック・ホクも終身刑にされる中処罰から免れたばかりか、華麗に拘留されたグロスター公を死ぬまで監視した。ところが、1398年にボリングブルックに反逆罪で訴えられ、口論の末に決闘寸前になったところで、リチャード二世の介入が入り二人とも国外へ追放されてしまった。 翌三百九十九年七月に、ボリングブルックは挙兵して、リチャード二世を敗位に追い込み、ヘンリー四世として即位したが、トマスは、同年九月に、ベネツィアで、ペストにかかり隠しした。エルサレムへ巡礼に赴く途上だったという。ノーフォーク公爵は、消滅、長男のトマスに、ノーフォーク博、ノッティンガム博とモーブレー男爵が継承されたが、千四百五年に、 ノーサンバランド博ヘンリー・パーシーやヨーク大司教、リチャード・スクループと組んで反乱を起こして処刑されると、モーブレー家の不信は続いた。ノーフォーク公が復活するのは、次男のジョンが、ノーフォーク公に助釈された1425年である。1383年に、第5代、ストレンジ男爵ジョンル・ストレンジの娘エリザベスと、結婚したが同年に死別、子供はいない。 1384年に、第11代、アランデル博、リチャード・フィッツ・アランの娘エリザベスと、再婚、二男三女を設けた。ABC 松村、P493。青山、P384、P385。ロイル、P55、P58。森、P22、P23。ロイル、P74、P76。森、 P23P24、P 23, P 24, 青山 P404、P 4, ロイル P76P78、P 76, P 78, 森 P24、P 24, ロイル P102P103。ありがとうございます。